い、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書の6編の力試しの解説やっていきます。なんでね、いつも通りこう参考書のページね、見ながらチェックしてみてください。ではまず1番からいきましょう。で、1番はですね、直線と、まあ、平面の関係について正しいものを全て選びなさいという問題です。で、あいうえがあるんですけど、これはですね、直線、まあ、今回このペン使いますけど、みんなだったらシャーペンとかボールペンとか、あとは平面の方は自分これ今日これ使いますけど、ノートとか使って実際にやってみます。もちろん頭の中で描ける方はそれで構わないんですけど、ちょっと難しい方なんかは実際にやってみて、この時ダメじゃねっていうところを探すんです。これはまあ上げ足を取る感じですね。例えば1番なんですけど、これ L と M が平行、つまりまあ2本、まあ赤と青にしましょうか。ちょっと見にくかったごめんね。これが平行なんです。まあこういう状態だね。平行だから。で、今度 M と N が平行だから、青と黒も平行だと。その時に赤と黒って平行ですかってことを聞かれてます。で、さっきも言ったように、こういう時ダメじゃないっていうのを探すの。で、それが1個でもあったらダメなんですもん。で、今回探すんだけど、平行と平行でこうなってるから、絶対赤と黒って平行になります。なので、あに関してはこれ答えとして OK なんです。いいかな？なんか今回ここには答えしか書きませんけど、まずあは OK だと。じゃあ、いは今度垂直の方なんだよね。で、L と M。じゃあまた赤と青でいきましょうか。これが垂直なんで、まあこういう感じです。垂直ってね。で、青と黒が垂直の時に、赤と黒が垂直、平行になりますかって。で、これさ、こうやってやれば、これ青と黒垂直でしょ？お、赤と黒平行になってるから OK じゃんって感じがするんですけど、あれって。これ、青と黒ってこうでもいいんですけど、ちょっと見ながら見にくいから、こっちでもいいんですよね。別にこう持ってきても平行。あ、垂直になってるからさ。じゃあ、この時、青を除いた場合、赤と黒はこういう位置関係になります。位置としては。見ながら見えるかな。こういう感じ。これって平行じゃないですよね。だから、確かに平行になる時はあったんですけど、平行じゃない時もあるので、一個でもダメなパターンがあったらもうダメなんです。いいかな。だからイは×になります。で、ウから平面が出てきますね。 L と P が平行、 P 平面です。じゃあ L は赤でいきましょう。平行っていうのはこういう状態です。別にこうでもいいしこうでもいいんです。こうもう回転させて大丈夫、この状態ね。で、もう一本青が平行で出てきます。この時、その赤と青が平行になりますかって。で、確かにこれ今ボードちょっとね、手が3本ないんで、ちょっと覗きますけど、ここにボードが平面あると思ってください。で、その上にこう平行ありましたよね。で、これがこういう風に位置関係になれば平行なんですけど、さっきも言ったように、上のものは平行になってれば回転できるので、別に回転して上から見るとこういう状態。斜めにできるんですよ、全然。こういう真横だったこともできたんですけど、回転できてしまうので、平行じゃない時あるじゃんって突っ込めちゃうから、うも×になります。当てはまらないと。で、絵が今度垂直なんですよね。なので、平面と垂直。こういう立ってる、ね、柱みたいな状態。立ってると。で、もう一本立てます、こうやって。で、この時に、L と M、赤と青は垂直、平行ですかって聞かれてるんですけど、垂直に関しては柱なんで斜めにできないんですよ。だからこうするしかないので、絶対にこれ平行になります。赤と青は。だから、絵は答え、ごめんなさいね。ごめんごめん。絵は答えとして OK と。つまり1番の答えは、あと絵の、この2つになります。では2番いきましょう。まあ、この立体ですね。まず名前から。これは底面の部分、下が円になってます。で、尖ってるので、円で尖ってるときは錐だね。だから円錐と言います。これが柱になってたら円柱だったね。で、次に、この側面の展開図の扇形の弧の長さと中心角を求めなさいという問題です。で、これね、円錐を展開図、展開したときに、展開図作った時どういう形になるかまず覚えてください。これは側面の部分がこういう扇形になります。で、下は円なので、まあ、どこでもいいんですけど、この弧の部分のどっかに
こうやって円をくっつけてください。ちょっと円がちっちゃかったかな。これが円錐の展開図になります。で、上の長さどこが対応してるかっていうと、12はここです。こっちも12ですけどね。で、5っていうのはここの半径が5になってます。で、まず弧の長さを聞かれているので、弧の長さはここですね。じゃ青でいきましょうか。ここ扇形の弧だからね。で、これはですね、この部分とこの部分の長さは一致します。なぜなら組み立てた時ここぴったりくっつくから、このカーブとこの円の円周がね。だから弧の長さはこの円周と同じなので、円周直径かける π です。直径は10だね、2倍して。だからこれもそのまんま 10πcm と、これだけで終了になります。で、あと中心角ですね。中心角はこの部分になるんですが、ここの出し方で今回一応2パターン紹介しようと思います。で、回答の方に書いてあるのが比を使うやつですね。まあ一番有名な、これは扇形の時に計算でやったやり方なんですけど、今扇形半径12ですよね。で、中心角 A にしとこうか。答えも A かな。あ、 OK だね。で、扇形対円イコール扇形対円っていう、こういうのを使います。で、まあどっちがスタートでも構わないんですけど、まず扇形の中心角わからないんで角度 A にします。で、これが円だったらどうなのっていうのも考えてるんですけど、円の中心角っていうのは絶対360です。一回転するから。だからここ360がきます。これいつも固定ですね、この計算の時は。 A 対360、中心角出したいですね。で、今扇形の弧の長さを出したので、扇形の弧、ここが 10π になります。はい。で、円の時どうなの？今、扇形の弧なんで、長さの方ですよね。だから、もしこれが円だったら、長さいくつっていう、円周だね。こうだったら。で、今、ここ半径12なんで、直径は24です、この円。で、直径かける π すると、24π っていう。こういった式ができます。で、これは、まずここ π 切りしちゃってください。で、右が10対24が2で割れるので、まあ、やった方が楽かなと。で、5対12。で、中中外外掛け算すると 12a イコール、でかいな、1800か。だから両辺12で割ると150か。合ってるか。ね、合ってね、150度。これで中心角を出すことができます。まあおそらくこれが一番オーソドックスな、一番ね有名なやり方なんですけど、これ次おまけでちょっと覚えておいてください。これも中心角出したい時に使う技で、似てるんですよ。すごく似てるんですけど、今弧の長さが 10π って分かったでしょ。で、さっきと同じで、じゃあ円だったらって聞かれた時に、円周は 24π じゃないですか、ここ。そしたら、ここでいいかな。おまけで。中心角の長さは、あ、ごめんなさい。中心角の角度は、円分の扇形って覚えてください。円分の扇形、つまり円周分の弧の長さ、今だったら、つまり 24π×10π、 それに360をかけます。円分の扇形 ×360 です。そうするとこれ π 切りして、同じだね、2で約分すると5と12、ここ約分すると12で、ね、約分できるんで1と30になります。で、5×30 で150度っていう、こうやって出すこともできるので、もしよかったら覚えておいてください、こっちも。では最後3番ですね。次、立体の表面積出しに行きます。まあこれの表面積ですね。で、表面積なので、今外に見えてるとこ全部じゃないですか。つまり円錐のまんま考えたら、この外のこのカーブね、ここの部分と下の底面の面積を出したらいいと。
で、底面はもちろんここのことなので、半径かける半径かける π。円だからね。だから 25π ってすぐわかります、こっちは。で、じゃあ、扇形の面積、ね、中心角も出たし、出せばいっかって、普通に出してください。それで構わないんです。構わないんですけど、これすごく楽な方法があって、円錐の時ね、円錐の時に、この側面、横ね、側面の面積っていうのは、これ斜めの線、母線って言うんですけど、母線かける半径かける π で出すことができます。ちょっとした裏技なんですけど、これ。だから、母線、12かける半径か5かける π、足す、で、底面積 25π って分かってるんで、これ出せると。で、こっち計算すると 60π です。で、60π と 25π 足せばいいんで、答えが 85π 平方センチメートルと。こんな感じで出してみてください。まあ、さっきも言ったように、ここの扇形の面積とこれ足せばいいんで、扇形普通に出してもらっても構わないです。中心角150度って分かってるし、半径12だからね、構わないんですけど、こっちの方が早いんでね。まあ、一応こちらで紹介させてもらいました。よし、じゃあ最後3番ですね。今書いちゃってますけど、参考書の方には書いてある、その図形を回転させます。で、それの、体積と表面積を出しに行きたいと。じゃあまず体積から行きましょうか。で、今これ書きました。これ何かっていうと、その形、くるくる回すと、頭がこう尖った円錐になります。で、下の部分が球を半分に切った半球になるんです。下はくるくる回すと球の半分ね。上が円錐。で、それを切りました。わかりやすいように。今、二つに切ってる。だから、これをガチンってくっつけたものが回転体、回転させたものだと思ってください。で、なんで切り取ったかっていうと、いきなりくっつけたもの出せないんで、上と下、分けて体積出しに行きます。あとはもう公式だけなんで、ここまで来ればね。で、一応長さを書き込んでおくと、ここ3ですね。半径が。で、高さは4です。斜めの5は使えません、今は。で、下の9も半径が3となっております。では行きましょう。では体積からね。上の円錐です。まあ、さっきと同じなんですけど、体積っていうのは、なんとか錐。尖ってる時は、底面積かける高さかける3分の1ね。いい ?3 分の1を絶対忘れないようにしましょう。で、底面積は円なので、半径かける半径かける π。もちろん暗算しちゃいますよ。だから 9π です。底面積。かける高さ。かける忘れずに3分の1です。ほにゃらら中の時はね、3分の1必要ないですけど、ほにゃらら水なんで必ず3分の1をかけます。体積の時はね。で、プラス、こっちです。これは半球なので、球の体積の半分にすればいい。つまり2分の1をかければいいんですけど、で、球の体積っていうのが、半径かける半径かける半径かける π かける3分の4です。いいかな ?3 分の4。ちょっとめんどくさいですね、公式としては。でも、書いていくと、半径かける、半径かける、半径かける、π かける3分の4。で、それだと9になっちゃうんで、半分にしたいから2分の1をかけます。あと。で、これで OK。あと足すだけね。で、こっちはここで約分して1と3になるから、3、4、12π。プラス、ここも消えて、2と1。下はなくなったね、1でね。3、3、2が残ってるから、18か。18π。なので、足して、30π。立方センチメートル。体積だから立方だね。これで OK です。ではもう一丁、最後表面積ですね。いきましょう。で、表面積についてはさっきみたいに見えてるとこ全部なんだよね。で、今、これだと底面積の部分とか半球の上の部分見えてるように見えちゃうんですけど、もともとガチンってくっついてるんで、こことここの面積入れちゃダメです。見えてないんで。つまり、上のこのカーブの部分と半球の下の部分だけを足していきます。表面積は。で、さっき使わないって言っちゃったけど、使うね。ここ5だ。これ使っていきましょう。同じね、円錐になってるので、母線
かける半径かける π でこの側面積これ出せるからね。だからちょっと暗算でもいいか、一緒書くか。母線かける半径かける π、 これが上の円錐の側面積、まあ上の見えてるところね、このカーブのところ、ここができると。でプラスで球の表面積、まあこれも公式ありましたね。でこれが半径かける半径かける π かける4です。これ頑張ってね、球のね公式ちょっとめんどくさいんですけど半径かける半径かける π かける4で、これだと球全部になっちゃうんで、さっきも言ったように半分にしてるから2分の1をかけてあげると。でこっちが5315π プラスここ切って18か、だから足して33π センチメートル、方センチメートル、面積だったね。これで終了となります。いいかな。まあちょっと複雑な立体になるとね、計算も多くなってめんどくさいんですが、使ってる公式は増えてはいないので、まあぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は中学校1年生の参考書の6編の力試しの解説やっていきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。では、他のところもね、撮影しておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。